それではマイクロソフト MVP4 マイクロソフト Azure の竹林によるテクニカルドキュメンテーションコミュニティローカライゼーションアクティビリティについてお話しします。今回皆さんにお伝えしたいこととしましては、やってみなはれということがあります。今の技術指導のローカライゼーション状況としましては、このような状況になっています。まず最初に、とても素早い速度でドキュメンテーションが更新されていきます。そのため人による翻訳が追いつかないということになります。そこで機械翻訳によってローカライゼーションがされているんですけれども、機械翻訳による日本語訳というのは良くない日本語訳になっておりまして、読んだ人からしてもよくわからないということになっています。そこで日本語の英語読解能力というものが問題になりまして、このグラフのように英語ネイティブの人と英語の方が理解できる人は、もちろんそのまま原文を読めばいいんですけれども、日本語の方が理解できるか英語も理解できる人、日本語しか理解できない人、今の状況ではこの2つのエリアの人に対してリーチができていないという状況になっています。そこで私が提案するより良い技術指導のローカライゼーション状況としましては、ドキュメントがどんどん素早い速度で更新されていく。そこで機械翻訳が素早くローカライゼーションをする。そこに対して皆さんや私からのプロリクエストによって内容を変更する。そうすることによって機械翻訳もより良い翻訳を学習します。この3つ目と4つ目によって、より良い日本語訳にもなりますし、機械翻訳も最初から良い日本語訳ができるようになります。このようなローカライゼーションへの協力によって得られるものが皆さんにはあると思っています。まず一つ目としては、日本語で技術資料を読みたい開発者のためになるということです。そして二つ目が、私はとても大きいものだと思うんですけれども、GitHub へのプロリクエストやコミットになるのはので、そのような活動は GitHub のアクティビティ、いわゆる草ですね、に反映されます。多くの開発者は草を生やすことに対してとても熱心だと思いますので、このような活動によって皆さんの活動の一助になるのではないかと思っています。まとめますと、大事なことはもう一度言いますと、やってみなはれということになります。以上が私から皆さんへお伝えしたいことになります。ご清聴ありがとうございました。